和書下町探偵団玄さんです。本日はあるデザート嗜好品の、一番についてちょっと探ってみるのだ。新砂、江東区新砂に行きます。あ、ここはまだ東京町だね。で、今から私が訪ねていくのもその一番を作った会社なのだ。ここ良さそうだね。小料理東洋だって。居酒屋？ほーら良さそうじゃん。今度行ってみよう。こんな感じ。この辺りって言ったら、ランドマークは高等運転試験場だね。ここさ、試験場通りっていうのかな。なんか試験場関連の人とか、そういう施設が多いんだよね。ここら辺歩いてる人たち、結構、免許の更新の人とか多いよね。まあ、ランドマークって言い方はちょっと変かな。もう夕方なんで、さっきから歩いてる人たちがみんな試験場からの帰りとは言い難いんだけど、会社帰りだね。実は結構大きな会社の本社がいくつもあって、そういう関連で会社帰りの人にたくさん会ってるって感じかな。ガンガン顔つっちゃってるんで、ちょっと嫌なんだけどね。免許の台車屋さんとか何軒かある。足台車屋さんって今の時代必要なのかな、ちょっと疑問に思うんだけど。これもそうかな。あ、これは学校だね。ドライビングスクールかな。本日の一番は、日本で最初にプレーンヨーグルトを作った明治乳業。これについてお話していくのだ。普通にヨーグルトならわかるけど、プレーンヨーグルトって何よ。細かすぎる一番じゃん。そう思うかもしれないよね。でもプレーンヨーグルトの需要って、かなり伸びてんだよね。つまりかなり身近なもんなんだよ。代表的なものは明治のブルガリアヨーグルト。明治ブルガリアヨーグルトってやつですよ。代表的というよりも、プレーンヨーグルトって言ったらもう、イコールこれってぐらい有名。プレーンヨーグルトって何？だよね。そもそもは。無糖とは違うの。糖分が入ってないヨーグルトが無糖ヨーグルト。それに対して生乳だけを原料にして発酵させたものがプレーンヨーグルト。なんか味付けないだけだから簡単そうに見えるけど、実は作るの大変だったらしいよ。ここが高等運転試験場。運転免許の更新とかに行くとこね。例によって世界各国でいろんな時にちょこちょこ作ってたから、ヨーグルトの本当の発祥っていうのはよくわからないよね。一応スペインのダノン社、ダノンのヨーグルトって今でも聞くよね。そこが1919年に作ったヨーグルトが最初って言われてる。日本のヨーグルトの一番最初はどうかっていうと、プレーンヨーグルトでは多分ないんだろうけど、1919年に広島の父安という会社が作ってる。ちょっと手に入らなかったけど、今でもその会社があるんで、広島の方まで行けば売ってるのだ。でね、実はダノンより早いのよ。2年ぐらい早いのかな。ただまあ規模とか知名度とかいろんな意味で、父安が世界で最初に始めたというふうには受け入れてもらいづらかったみたいね。あ、ここね、一応ね、須崎球場っていう野球場があったとことされてる。
伝統の巨人阪神戦第1回目行われた場所っていうことらしいよ。私は実はあんまり信じてないんだけどね。その後大阪万博でブルガリア館がプレーンのヨーグルトを発表し、それを見た明治乳業の社員たちがこれは作らねばって思ったみたいね。そこから切磋琢磨が始まり、1971年明治が明治プレーンヨーグルトなるものを開発して発売する。現在の明治ブルガリアヨーグルトだね。その後国名を使用することも許可が出て、ブルガリアヨーグルトって名前に2年後変えます。オレガノあって明治乳業です。明治乳業の本社ね、最初多分ここじゃなかったのよ。ただ最近の会社ってホールディング化が進んでるんで、一応明治の母体っていうのかな、それは中央区の京橋にあるんだけど、乳業だけはここに作ったって感じかな。これさ、ここりんとかもいないしさ、なんか入ってきそうなんだけどさ、やっぱまずいよね。うん、これ裏の方にさ、お隣さんの竹中工務店と共有してんのかな、大きい駐車場もあってさ、すごい敷地広いんだよ。庭師なんかも使ってちょっとかなりそうなイメージはあるよね。これも庭園、これも多分敷地内だと思うんだよね。プレーンってなんか体にも良さそうだし、使い勝手も良さそうなんだよね。まあそれもあって流行ったんじゃない？最初の頃はヨーグルトに備え付けでグラニュー糖が入ってたんだけど、それもあまり使用頻度がなくなってきたんで入らなくなった。つまり最初の頃は砂糖だけぶっかけて食べてたんだけど、いろいろ使い方に工夫をするように皆さんなっていったと、そういうことかな。はい、ということでスタジオワンクインテットのカンファレンスオンで実食してみます。明治ブルガリアヨーグルトプレーン、試食だからね、そんな機能も必要ないかなと思うんで、一応おいしょ、お手軽サイズ。食べてみます。よく言ってるやつです。普通にわしもそこら辺のスーパー行って買ってきたのだ。そんな珍しいもんじゃない、誰でもどこでも買えます。でもなんか健康志向の時代だからかね、普通にこういう味のついてないのでもそのままでも美味しいよね。そういう風にだんだん日本人の好みが変わってきちゃったのかな。いや、これ全部食べられちゃうの。まあ、よくわかんないけど、体にもいいんだよね、きっとね。洋風のなんか食べ物に入れてもよし。パンにつけてもよし。かな。
お手軽サイズでちっちゃいっていうのもあるけど、完食です。ということで、ここで作ったんじゃないかもしれないけれど、まあ現在は所在地がこの新砂だからね、まあ新砂で作ったってことになっちゃうのかな。うん。元祖プレーンヨーグルトの聖地です。江東区新津さん。まあそんなわけで本日は日本初のプレーンヨーグルト、明治乳業のブルガリアヨーグルトについてお話ししたのだ。今日はこれにておしまい。これでいいのだ。